爆破音がむちゃむちゃステレオ感ある。360度だわ。はい、コナンです。スマートフォンでゲームをやるときにヘッドホンだとかね、イヤホンで音を聞くのもいいんですけども、やっぱりスピーカーから音を出したい、まあそんなこともねあるわけなんですよ。 Bluetooth スピーカートリビットのスマートボックスプロ、今日はねこちらをね試してみたいなと思います。モバイル用のスピーカーなんですけども、まあ、防水ということで IP67 ということで完全に水の中に沈めちゃっても OK です。 Bluetooth は 5.0 Qualcomm の aptX 対応ということで、まあ、音質だとかね遅延に関しても、まあ、ほぼほぼ問題ないんじゃないかな、まあ、この後ねちょっとじっくり試していきますけども、一番のポイントはですね、まあ、360度スピーカーということで、まあ、今流行りなんですけども、これ1個でですねステレオ感だとかねサラウンド感が楽しめる。だから昔はさ、ステレオでねスピーカー2つ置いたりね、サラウンドスピーカー4つ置いたりしてやってたんだけど、今の流行りはですねこれ1個でそのステレオ感が出るというね、まあ1個といってもね中にちっちゃいスピーカーが何個か入ってるわけなんですけども、だからそのあたりがちょっとねゲームでどんな感じなのか、これ非常にね興味があります。電源はですねバッテリーです。この中にね1万ミリアンペアのバッテリー搭載ということなんで、まあ連続24時間再生可能。さらにこの中に入っているバッテリーでスマホとかさ他の機械が充電できるらしいんですよ。これもねゲーマーとしては嬉しいよね。1万ミリアンペアあるからね。価格的にはですねAmazon で1万円ぐらいで買えます。なので比較的値段が安くて高性能。さあ開封していきましょうか。取扱い説明書、そして保証書がついています。でこれは USB ケーブルタイプ C ですね。さあ本体取り出していきます。おー、なかなかずっしりと、まあ重さはね、まあ大体1キロぐらいということなんですけども、まあ手に持った感じはまあ持ち歩くのにはいいんじゃないでしょうか。防水仕様ということなんですけども、全体的にはねファブリックの素材でできています。そしてこの持つハンドルがついているのがいいよね。そして充電はですね USB Type C 普通の充電器が使えます。そしてその隣にですね給電用の USB ポートがあります。これいいよね、スマホ充電したりねできます。1万ミリアンペアだからね。さあ操作関係はねやりやすいです。まず Bluetooth のペアリングします。スマートフォンとペアリングします。まあこれはね通常のやり方というかね長押しで簡単にペアリングすることができます。操作もシンプルでさ、ボタンも大きくて、これはね非常に好感が持てます。さあペアリングしました。音楽を再生して音質ねちょっとチェックしていきたいなと思います。スピーカーの音をビデオカメラで録音しているんで、まあ、どこまでねこれ伝わるかわかんないんだけど、雰囲気だけでもね伝わればね面白いかなと思います。いつだっていきなりだし、積み重ねた自信が君を守ってる。忘れないで Feeling you I say 本当はどこかを怯えてる。音いいね、これ大きさ以上に音いいです。しかもね低音が結構しっかり出る。このね X バスっていうね低音を出すボタンがあるんですけども、まあ、それオンとオフで試してみましたけども全然違います。だからどうなんだろう、ロックだとかね低音が欲しい音楽を聴くときはこの X バスをねオンにして聴くといいんじゃないかと思います。これむちゃむちゃいくね。これ大きさからはね信じられないぐらいの音量とこの迫力、しかも音いいんじゃね。360度このステレオというかね音の広がりなんかもね非常にいいかなと思いました。それではですねフォートナイトモバイルで試してみたいなと思います。やっぱ音いいわ。何なのこれ。
スマホでこの音質って何なの？しかもしっかりとステレオ感あります、ありまくりです。さあ、やるからには勝ちたい。マジか、ここ降りるの？行きましょうか。さあ、久々のフォートナイトモバイル。フォートナイト自体はねやってんだけどね、思った以上にさ、 Bluetooth のこのスピーカー全然遅延がないんだけど、ちょっとこのどうもですね、このモバイル版の操作に慣れていません。お前どんだけやってんだ。このちゃんとねステレオ感が、これヘッドホンとかイヤホンでやるよりよくね？ぶちゃぶちゃ音いいんだけど、ちゃんとね銃声の音がね左右からしっかりと聞こえます。お、サメがいるとこか。食われる食われる、やべやべ、うわマジか。やべやべ、水の音むっちゃリアル。何これ、音楽むっちゃリアル。何これ、普段ね僕 PC 版でフォートナイトやってて、で PC でもね結構いいスピーカー使ってねフォートナイトやってるんですよ。でもそれよりもこれ音いいぞ、侮れません。 Bluetooth ってね音が悪いイメージあったんだけど、違うね今の Bluetooth。 爆破音がむちゃむちゃステレオ感ある。360度だわ。もしかしたら敵が後ろからとかわかるんじゃね。売り物してくれ。船のさ、音とかめっちゃリアル。モバイル版とは思えねえ。低音が結構しっかり出てるね。この爆発の時の低音が机振動するからね。ましょう。マジか。うーわ、やられた。でもこの銃弾の音が右に左にすげえ。一旦隠れるわ。マジか、全滅かよ。意味不明でやられました。うわマジか。でもなんかゲームが面白くなるね。何なんだろうこの不思議な感じ。 Bluetooth スピーカー遅延とかね全く感じません。なんか下手したら Bluetooth のイヤホンだとかヘッドホンよりも遅延が少ない。なんでだろうね、同じ Bluetooth 5.0 なんだけど、なんかやっぱりあるのかな、遅延を減らすね何かが。これはちょっとゲーミングむちゃむちゃありです。